長寿村、あるいは長寿系村とは、中国古代文物の一類別で、形状が長寿に似た森手記の通称である。最も早く、長寿村を定義したのは、1941年、姿かの絵が表した、長州域通行であり、この本は、長寿村の単一の分類を立てて、長寿型における見事と、常を総称して、見事とした。けれども、 長重村と最初に名前を定めたのは、青銅器を区分するためだったが、形式の類似した陶器も、長重村と呼ばれた。最も早く、長重村を定義したのは、1941年、姿かの絵が表した、小周域通行であり、この本は、長重村単一の分類を立てて、長重型における御子と、常を総称して、御子とした。長重村の御子は、 もっぱら聖銅器の名称、こ事の意味範囲あるいは聖銅器の名文中の、こ事の意味範囲とは全く異なる。もっぱら、こ事の名称は、敷地で腹部が太くつづみ張りし、丸い高足、形態がややふっくらとした類の聖銅器を指し、それはまた、子、に似て、巨なるものであり、名文中の、こ事は、主食器などの霊器の総称で、それはまた、王国位が、説。 常の中で掲げた、大友名で、長獣村の御子は、聖書記の通称であり、それも、王国威が称するところの、小教名である。主来、瞬間、司たける常中には、六村六常を司取るくらいの記載があり、六村六常の中に、長獣の名を冠しているものに、鶏常、鳥常、虎常、常、造村があり、この外、主来を注釈した。 天州らの人々はさらに六尊中の謙遜を義尊だとみなしている。これらの器名に対して、寛大以来は苦者の説は一定せず、主要なものに、御事の上の画像、工芸装飾、本体の形による三通りがある。昇州制動機の命名で、長寿系の霊器を御事の類に寄するのは早朝に始まり、広子子づろは、外形が牛、像、 ケリをした手記を分類して、ギソン、ゾウソン、ケィソンと名を定めた。これは、最も早く後の長寿村の定義と符号をする命名であり、そう以後、金石学者は多く、広子小鶴翼に従った。1941年、菅高の絵が、小州域通行を刊行した後、学会は多く長寿系の正式を、長寿村と総称するが、少し意義もある。森の松は、 論制度長獣村の中で、各長獣村ごとに命名するとき、その模した動物に基づき、牛村、羊村、象村、鳥見ことなどのようにその具体的名称を呼ぶべきであり、わずかに長獣形態を備えているとしても、それが何の動物であるか、確実にわからないときは、慣習的呼び名を援用して、それを偽村と称することができると指摘している。名文を帯びた。 長重村は、一般に、青銅器の通称、御子と、常の二虹を使用して、主宮町村、駒村、丁中木村などのように自然に呼ばれる。1974年、先生賞法径主流で野草二号母出土の、いひめは、自然に、うと呼ばれ、森の松はこれをほとんど見られない名称、あるいは、地区の別称に属するとみなしている。2000年、三世賞極翼県北。 長村信仰墓地113号墓出土の信仰井の、竹はすぐに自然と、と名付けられ、また、ほとんど見られない名称に属する。長獣村が模した動物の種類に基づいて、中国聖度基礎論は、ありふれている、長獣村を主に、子村、金竹、虎村、象村、サイ村、牛竹、羊村、馬竹、ウサギ村、真獣村などに分けることができるとしている。 論ジ道長重ンは、それを分けて、鳥ル,ル,ル、ウマ王マ鴨のゾ牛ソ羊ト猪ソン、馬リク象ジュウ鳥首重サギミことなどとしている。ありがとうございます。